スリランカ大使館表札と国旗中日スリランカ大使館は東京都港区高輪にあるスリランカ民主社会主義共和国の大使館。日本、江の機通りに面している在東京スリランカ大使館とも呼ばれる。2021年3月12日より、ウィシュラマール・サンジー・ブグナセからが特命全権大使を務めている。2011年4月3日、 カランナーゴダ中日特命全権大使は福島県田村市で福島第一原子力発電所事故の避難民たちにカレーライスを振る舞った。放射能汚染により大使館を閉鎖したり外交官を東京から関西方面へ退避させる国家もある中、カランナーゴダ大使は予定を変えず3月末に着任。大使はこんな時こそ日本との結束を示すために 私は送られてきたと述べた。日本在住のスリランカ人には、日本に留まり日本人を助けるようにと伝えている。大使自らの福島入りは、異例のことだったが、海軍出身で救援活動の経験もある大使は、日本はスマトラ沖大地震の際に駆けつけてくれた真の友人だからと強調した。東日本大震災の被災者には、 300万個の紅茶のティーバッグと80万ベイドルの義援金を出すことも発表している。同年5月31日、カランナーゴダ大使は皇居で新任情報提式に臨み、2015年2月に自身の婦人を伴い、皇居で離任の挨拶をして、特命全権大使を辞任するまで中日大使を務めた。ありがとうございます。